新潟市中央区の新潟小学校6年生62人が今日学校を飛び出しました。児童たちがやってきたのは古町にある老舗の寿司店、古くから愛されるその魅力について調査します。新潟市中央区古町地区にある1933年創業の港寿司、ここで児童が行っていたのは取材活動です。これは自分たちの住む地域を活性化しようと、地域の魅力を動画にして発信する総合学習、大好き新潟プロジェクトの一環で行われたものです。児童たちは自分たちでインタビューをしたり動画を撮ったり、動画を編集する際の素材を集めています。皆さん真剣な表情で話を聞いています。自分たちで店の魅力をインタビューし、その様子をタブレット型端末で撮影。一体どんな映像が撮影できたのでしょうか。作っているところの裏での秘密などはありますか。秘密ですか、はい、小学生目線の鋭い質問に店主もたじたじ。寿司を握る様子を撮っていたカメラマンは、いざ自分でやってみるとかなりブレたりしたりすることが多くて、慣れない撮影に苦戦したようですが、寿司を作っている映像も上手に撮れていました。取材を通して児童たちは自分たちの住む地域のために尽力する人々の思いに気づいたようです。伝統というかを守り続けて商売を行っていることが分かって、本当に古町を活性化させられたらいいなという思いを持っていることです。興味だったり、古町ってすごいよな、行ってみたいなって思ってもらえる作品にしたいです。歴史のある町なので、魅力のほんの一端でも伝えてもらえれば、お客さんにね、もっと来ていただけるかなと思いますけどね。今日撮影した映像は今後自分たちで編集し、動画投稿サイト YouTube で公開する予定です。